普通にさ新幹線代の方がさ多分高いと思う。まあいいやと思って広島に帰ってきた 日帰りだった。なんか寒いね今日、めっちゃ寒い。滋賀から帰ってきたよ。実家には、いや別に実家にはね特に帰りたいって思ってなかったから別にいいんだけど、でもなんか普通にホテル代とかの方が安くつくんだったら新幹線の帰りより泊まった方が良かったんじゃないかなってちょっと思った。こんばんは。めっちゃ寒い。ちょっと帰り道さ、カイロ買ってしまった。カイロ買っちゃったわ。寒いです。こんばんは。今日は滋賀県で滋賀アイドルコレクションというフェスに出てきました。30分のステージだったんですけど、皆さんのことがよく見れました。なんか めっちゃ寒い今日。春のタイプです。なんか今日ねセットリストは「花は誰のもの」、暗闇、好きになれて幸せだ、一瞬のスリル、時代と車輪と来た道と、夢力だったんですけど、ペダルが ペダルがフルの予定ではなかったんですけど、ワンハーフの予定だったんですけど、フルが流れて フルが流れてでまたなって ペダル なんかおかしいなって思って、ちょっとね、なんか急な坂道は続いてる、もうどーんず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 んみたいな、なんか続いてると思って、あれこれもしかしてさっき「イエーイ!」「チュンチュチュチュン」「トゥトゥトゥルルル」になるのかなって一瞬思ったんですよ。終わりになるのかなって思って、ちょっと待って、ちゃうちゃうちゃうと思って、その後に「そろそろこの辺りで足を踏んでしまおうか で」で2番に突入して、そう2枚撮影して、で「あやばい」と思って、でもう7人バージョンのフルはやったことないので、そうなんか6人バージョンでもやったことなくて、もう7人バージョンでもやったことないんですよ。フォーメーションがないっていうか。2番を知らないわけではないよ、踊れないわけではないけど、フォーメーションがないから何もできないから戸惑った。それで煽りになった、煽りっていうか
練り歩きみたいな感じでそろそろこうのあたりしてだからもうみんなのことが逆にねみんなの元に会いに行けましたステージの端から端までこうなんかよくコンサートで大きいコンサートとかであるやつ足をついてしまおうかってフフ弱音を吐きたくなるもうこれ以上走れないよ僕たちの自転車はなぜ見急いでるのかもうみんなね、でも研究生ちゃんたちがよく頑張ったなって思います。本当にそう、今日来てくださった方が分かると思うんですけど、はい、でそれでもうステージの上手から下手まで練り歩いて、はーいみたいな練り歩きタイムみたいになって、綺麗な坂道は続いてる、もうとぐるぐるわっしょい、もうここはい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 のところからは、まあ普通にフォーメーションがあったので。7人バージョンでやりました。最後はこんばんは、来てくれてありがとうございます。そんな感じでした。てて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 て全力でいこうぜ、はい、せーの、でなんか外にのぼりとあとバルーンもあったのでファンの皆さんがちょっといたんですけど、会場っていうかその会場外かにいたんですけど、ちょっと皆さんがたくさんの方がのぼりを買ってくれたりバルーンを買ってくれたりで、あの外に飾られてあったのでそれを見に行きました。見に行ってなんかちょいちょいファンの方がいて、私最初それに気づかなくて、なんかいるって分かんなくてさ、あー私ののぼりがあるみたいな感じで写真を撮ってたんですよ。そしたらなんか あれなんかめっちゃなんかベンチにいっぱいいると思ってなんかファンの方がいっぱいいました。よかったよーとか言われて、あありがとうみたいなすごいいっぱいいたい、はい、ベンチに座ってた生誕Tシャツ届いた、お届いた、じゃあバッチリですね。12月7日バッチリだ。こんばんは、僕たちの自転車はなぜ、なんか昨日も今日もなんかハーハップじゃないわ、ポニーテールしたから
したけど、なんかポニーテールあんま似合わないな私、あんまり好きじゃない。なんかやったはいいもののやったはいいもののあんま好きじゃないなポニーテール。こんばんは。なんかね、こうやって普通に自分で見てる分にはいいんですけど、写真で他人に写真を撮られた時になんか違うなって思うんですよね。チーターシャー当たった。おお。ユタン祭楽しみ。あったかい。帰ろう。顔が寒い時よくこうする。時間それ楽しみですね。カイロを嗅いでるわけじゃない寒い、ここら辺の顔が冷たいからてかね、よくね鼻が真っ赤になってね、鼻寒かったら鼻が真っ赤になるんですよ。めっちゃ冷たくなるんですよ。だからこうしてる。日が寒かった。でも広島帰ってきたらもっと寒かった。いやでも京都の方が、いや京都じゃないわ、滋賀の方が寒かったな。なんかこうしてたらレオを やってるの思い出した。なんか猫吸いってあるじゃないですか。犬吸いもあるんですよ。犬を吸う。レオ吸いを思い出す。レオちゃんのあのね、レオちゃんのここら辺がモハモハなんですよ。ここら辺が首周りがすごくて、なんかね昔はレオの毛がここら辺がねモハモハで胸毛って言ってたんですよレオの胸毛、レオの胸毛に向かってレオ吸いしてました。犬ってなんかチワ、ロングコートのチワワってすごいんですよ、顔周りが。ここら辺が、特にレオは胸毛がああのでもあの男の人でちょっと胸毛がモハモハなのはちょっと良くないかもしれない。あんまりちょっと好きじゃないかもしれない。
っちゃった。あんまり好きじゃないね。それはちょっと良くないかも。いやなんかさ、ピース芸人さんでさ、ピースの綾部さんっていたじゃないですか。なんか私小さい頃はあれとか見てたんですよ。羽飛びじゃなくてさ、ピラメキーノじゃなくて、なんだったっけ、あ、そうだ、ピカルの定理だ。ピカルの定理でなんか綾部さんのなんか胸毛がすごいのを見て、うわなんか胸毛あるのってあんまり良くないなって思ったのを覚えてて、なんか綾部さんのイメージがあります。ピースの綾部さん、多分私のショールームは綾部さんは見ないと思うから言っとこう。代表格です。日がこれお疲れ様でした。楽しかったです。私も楽しかったです。なんか別のチームではさ、小島さんが、別の小島さんが加入してましたね。ゆきりかとか、ゆきりかとか、あやぱんとかりねちゃんとかがいた方、そう、別の小島さんがいましたね。今日めっちゃ寒かったよね。大丈夫かな小島さん。いやそんなの関係ねえ、そんなの関係ねえ、そんなの関係ねえ。オーシャンパシフィックフィーピース、明日は尼崎です。皆さん楽しみに待っていてください。明日屋外か、みんな風邪ひかないように気をつけてね。てるるてるてるるるてるる。あ、そういえばなんか京都に寄れたので八つ橋買ったんですけど、なんか1個食べたら満足すぎて、黒ごまのやつ買った。4つも入ってた、3つとかだと思ってたら4つも入ってました。黒ごまあん生、インコ食べたら本当に満足したんです。そう、いろんな味あるやつ、八つ橋。いりますか。じゃあ皆さんに餌付けしてあげます。
ほい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 、黒ごまの八つ橋だよ。ほいほい、ほーらほーら、ほーらほーら、黒ごまだよ。届かないよね。だってこれ配信だもんね。はい、食べるか。あげられないよ。代わりに食べて。だから満足したんだって、1個で。1個で満足したと言ってるでしょ、私は。満足一つで満足。じゃあちょっともうちょっとで30分になるので、30分になったら終わります。明日早いかな、早いか、明日ちょい早ですね、私の中で。うるさいな。白湯を飲んで何が悪いんですか。白湯を飲んで白湯を飲むことはいいことなんだよ。白湯はな、体を整えてくれるんだよ。暗闇センターでした、今日のフェス。白湯は健康にいい、そうですよ。え、私新番組のナレーションまだ聞いてない。怒ってません。怒ってないです。怒ってるって言ったの誰だ。あー、なんか疲れた、エネルギー消費した。で最近さ、ちょっとあれ見るんですよ。○○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 
あの真似したくなるんですよ。ん？丸丸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 丸。まるまるすぎて分からん、分かんなくて大丈夫。それでは皆さん終わります。引き続き
ゲームしてください。まるまるもりもりじゃない、まるまるもりもり、まるまるもりもり、あ、あと一文字足りません。まるまるもりもりてか、まるまるもりも、まるまるもり、まるまるもりもりで、まるまるもりもり、まるまるもりもりを見るって、いいですね、平和ですねじゃあ集中魂でゲーム頑張ってください。提供魂、提供魂、てて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 、提供魂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 、あ、今提供魂、はい、バイバイ、終わります。13位、キノコのカババさん、12位、ダースーさん、11位、ケイチさん、10位、アオタクさん9位、アンニョンさん、8位、ズーミンさん、7位、アッチャさん、6位、ウリンちゃん、5位、ウミガメさん、4位、ジャボテンさん、3位、ソリオさん、2位、クジマスさん、そして1位はガードジャードさん、ファンファンファン、ありがとうございました。ではちょっと疲れたので寝ます。おやすみなさい。あ、でもゲームはちょっとやります。ありがとうさん。バイバーイ。